しぶりです。ヨウさんです。はい。皆様、本当にお久しぶりです。元気でお過ごしをしてくれてでしょうか。僕はすこぶる元気です。うん。そろそろ季節がね、ガラッと変わってくるんじゃないかなっていう頃合いですね。うん。なんとも切ない。まあ、今回は、そう、エスコンで行われた秋季キャンプ。いやー、楽しかったね。うん。まあ、なんせね、地元、北海道で初のね、秋季キャンプ開催されたわけです。で、今回はね、そのキャンプに関しての感想、あとちょっと気になったところ、ちらほらあったので、そこら辺お話しさせていただきますね。で、ちょっと見て、今日画角変えたの。なんでかわかりますか？そう、いつもだとね、こっち側からこう撮ってたんですよ。でね、うちね、窓こっちにあるの。だからこう、光がね、こう入ってきて、ここ半分がね、明暗がね、明暗が分かれちゃうから。うん。この窓に真正面向いたら、ほら、すごい肌色いいでしょ？うん。若く見える。うん。さ、そんなことはどうでもいいんですけども。さあ、今回ね、秋季キャンプ。まあ、個人的感想としては、春季キャンプは結構行ったことがありまして、沖縄、名護はあったので、キャンプかと言われれば、ちょっとね、僕的にはキャンプ感っていうのはね、あまり感じられなかったんですよね。それこそもう今年通い詰めて慣れ親しんだ球場で、まあ、キャンプでやるメニューを見たという感じなので、キャンプ感っていうのはちょっとなかったので、お披露目練習みたいな感じでは僕は見てたんですけれども、やっぱね、新庄監督も言ってた通り、エラー数がね、もうすこぶる多いということと、ホームなのに、こう、ホームの利を生かせないぐらい芝と土がえぐいと。状況がえぐいということで、まあ、まずそれをね、慣れて、ひたすら守備特訓しようという趣旨でね、今回行ったわけです。全体的には、僕、4回ぐらい参加したんですけれども、僕ね、もともとそもそもね、すごい投内連携とか、もう内野手が好きなんで、内野ノックとかがね、すごく好きなんですよ。だから、春季キャンプとか沖縄行った時も、もうそれ目当てで、見に行ったり、あとはね、もう、サインボール集めるの好きなんで、選手からサインもらっ、そのファンサっていうのを目的で主には行ってるんですけれども、やっぱね、今回ね、その目的とする、その守備練習っていうところをゴリゴリやってたので、まあね、僕だけじゃないですけど、まあそういう練習を見るのがすごい好きな人にとっては、まあ、地元っていうところもあるし、沖縄よりもね、もう全然距離が近い、もう、生き馴染んだ球場でそれが見れるっていうことはもうこれはね、ほんとすごくいいイベントだったんじゃないかなって振り返ってね、見るとそう思いますね。だから、いやほんとね、新庄監督それ提案してくれてほんとありがとうございますっていうところです。でもやっぱキャンプはね、僕はほんとにもう個人的な、これほんと個人的な意見なんで、反対意見出されてもすっげえ困るんですけど、イメージとしてはほんと天気のいい太陽の下で、外のグラウンドでね、こう、泥まみれになってやるっていうのがもうなんかキャンプの醍醐味みたいな感覚で個人的にはあるので、まあ、ちょっとそこら辺、キャンプという名目がついてる中では物足りなかったんですけれども、内容的にはもうすごく満足のいくものでした。90点ぐらいですね。っていうのもね、ちょっとね、あと10点気になったかなっていうところがあるんですけど、今回ね、エスコンフィールドのその芝とか土っていうのが、かなりイレギュラーを起こしやすいとか、守備につく選手にとってはね、難しいと、そこを慣れるための守備練習、行うためのキャンプだったっていうことではあるんですけれども、気になったのが、やっぱその中でもね、ちょっとこう、プレイしては、トンボをかけてたんですよ。練習って試合を想定しなきゃいけない中で、そんなにトンボかけないっすよねっていうのが一つあったんですよね。だから、その、イニングで、グラウンド整備をするまでって、もう、プレイでゴリゴリに荒れるじゃないですか。土なんか特に。だから、あそこまでね、もう、頻繁にトンボかけて鳴らす、だと、ちょっとね、その、実戦とは違うんじゃないかなっていうのはね、気になった点一つありました。うん。だから、僕的には、ガンガン荒れた土のところで、イレギュラーも含め、守備練習を実戦想定でやってた方が良かったんじゃないかなっていうのは気になりました点でした。はい。でね、キャンプ限定メニューということで、今回はね、ルスツ羊蹄のヒレカツカレー食ったんですけど、まあめちゃくちゃうまかったっすね。僕のね、X を
フォローしてくれてる人たちは見たかもしれないですけど、あのミュートとかねしてる人以外は見てたかもしれないですけど、こんな分厚いヒレカツなのに、なんかねこう歯ごたえがねふーってこうふーって入ってくるんですよ。でまたねあのスパイスの効いたねカレーがまあ美味しかった。うん、あそこはね一押しです。でしかもそんなね分厚いね柔らけえヒレカツカレー食えるのに1400いくらだったかな、1500いかなかったぐらいなんですよ。これコスパ最強ですよね。これも可能であればまあレギュラー化してほしいっていうのは個人的にはありますね。これはね今回食えなかった人もぜひ食べてほしかったメニューなので、カレー好きあとカツ好きの方にはねもう食べてほしかったんで、これねレギュラー化してくれたらすっげえ嬉しいなって思いますね。うん、でそんなところでいつものこのしゃべり動画のテイストに戻していこうかなと思うんですけれども、まあ今回はまあソフトに行きます。はい、僕個人はねすごく楽しませてもらいました。でね、やっぱねあのこういうイベントごと催すとやはりねトラブルはつきものなわけですね。まあ、ファンフェスにしろ、今回初めてのこの秋季キャンプエスコンで行われたんですけど、まあ、こういうねイベントごとがあるときはね必ずトラブルがある。でファンフェス結構行ってる方はね分かると思うんですけども、座席指定でチケット売ってるところとそうじゃないところがあったりするんですよ。で昔もね札幌ドームなんかは自由席なんていうものも設けられてたので、まあ、チケットだけ買って好きなそこの自由席内で好きなところに座れるっていうところですがあったじゃないですか。で今回エスコンのキャンプに関しては無料観覧がほとんどだったわけで、選手をねより近くで見れる球場だからこそより近くで見たい、というね方々も結構多かったんじゃないかなと思うんですけれども、僕あの2階席に座ってたんですよ。好んで2階席に座ってて、やっぱりね1階のあのベンチ上とかのエリアは速攻で埋まってましたし、もうほんとね夜が明ける前からねあの寒い中すごい待って入場した人もかなり多いみたいですよね。僕はでも選手を間近で見たいっていう欲はあんまりなくて、せっかくのねそういう練習なので俯瞰で見たかったので、座れるんだったらそれこそどうでもいいんですけど、まあ、個人的に第一希望を挙げるのであれば、メインレベル2階席のバックネット裏から見たいなっていうのはあったんで、そこをね狙っていったんですよ。やはりねフィールドレベルのベンチ上とか、まあ、最前付近になると競争率がね、やっぱりそこはもう半端ないわけで、で僕のね友達とかもう結構、まあ、そこに座りたいからっていうところで朝早くからねもう並んでたみたいなんですよね。まずねスタッフの方が、場内では走らないでくださいっていうアナウンスがあるんですよ、そういう時って。うん、なんで走っちゃいけないかって、危ねえからですよね、もうそんなもん。うん、滑って転んで怪我されても困るし、もうその時ってもう必死だから走るわけで、そういうで席を取りたいから必死だから走るわけで、もうそうなるとさ周り見えなくなるじゃないですか。だから他のねファンの人たちにぶつかったりなんだりってしてトラブルなんないようにっていうことなんですよ。当たり前ですよねこれね、言わなくたって分かるでしょって話なんですけど、まあ、実際にねそれで言っても走る人たちがすごい多かったっていう話はね、友達とかからも聞いてて、あと SNS 見ててもねやっぱそういう人がいたということはあったみたいで、で実際にそのぶつかられたっていうのもすごく多かったみたいです。だから結局ねそういう危ないことがあるから走らないでくださいよって言った中で、多分そういう人たちっていや自分は大丈夫みたいな感覚を持ってると思うんですけど、まあその中で実際にぶつかられたりっていうのがあるってことは、やっぱそこはね安全の面も考慮してやっぱ走らず騒がず、自分はもうこんなに早くから並んでたのにそういうルールをね破って走ったやつがなんで得するんだって、もうほんとイベントごとにはつきもの。これはね本当その注意を受けて走る人がまあ悪いよ。うん、これは悪い、危ないもん、実際にぶつかられたりした人だっているっていう話だから。でしかもねその平等性を考えるとさ、一番前を取るために寒い思いしてね並んでたのにルールを破った人たちが走って得をするっていうのも、これもねまたね嫌な話ですよね、並んでた方からしてみれば。だからね本当ねもうこれもうずーっとそういうことがあるので、
どうにかならないかなってみんな思ってるかもしれないんですけど、これでどうにかなったらもうそういう問題出てこないんで、どうにもならないんだと思うんですよね。どうにかなるんだったらもうなってますからね。だから僕個人ですよ、僕個人はまあ今回その席を選んでないっていうこともあったんですけれども、まずね、そういうイベントごとにはそういう人たちは絶対にいるっていう前提で参加します。まあ、僕もね、いい席取りたいから早く並ぶとかしたことあるので、まあそういう人たちの早く並んでいい席取りたいっていう人たちの気持ちわからないわけではないんですけれども、でもいなくならないのは事実なので、結局他の動画でも言ったことあるんですけど、そういうことも想定済みで行かないと、せっかく楽しいイベントことが自分の許容を超えてしまうとやっぱ嫌な思いをしてしまうので、そこも織り込み済みにするっていうことはすごく大事なことだと思うんですよ。それはね、そりゃ不公平ですよ。朝早くから並んで一番いい席取りたいのに、ルールを破った人たちが先に座って自分はそこで見れなかったっていうのはすごく本当に嫌ですよ。それはそうですよ。うん。でもやっぱりそれは未だになくならない。ここずっともそういうイベントがあってなくならないってことはなくならないんですよね。うん、きっと。なくさなきゃいけないんでしょうけど、なくなってないってことはなくならないことなんですよ。なくなることが一番だとは思うんですけど、ただそれをどうするか考えるのはやっぱイベントを催した側の問題なので、こちらは声を荒げずにうまいこと対処できないかっていうことを、まあ、球団なりイベント主催者側に、お願いをし続けることしかないと思うんですよね。でもね、結局ね、そういう状況を考えるといろいろ難しいと思うんですよね。うん、いくらね、エスコンが今年すげえ儲かったからって言っても、やっぱね、人員のコストとかその人員をね揃えるっていうのも、まあ、難しいと思うんですよ。でもこんだけね、規模のでかいイベントを立ち上げて、まあ、予想以上の人数が入ってきてしまった、というところで裁けなかったっていうのはね、それはもう球団側の責任ではあるんですけれども、やっぱり参加するこっち側も何かしらね、いつも僕言うんですけど、心の準備とかそういうなんか想定をして参加しないと結局気分悪くなるんで、まあ難しいですけども、そういう風なメンタルに持っていかないと結局イライラするの自分だし、損するの自分じゃないですか。うん、その人たちはもうね、ルール破った人は何とも思ってないですから。うん、こっちに対してね、だからやるわけで、でもこっちは一方的にイライラするだけだから、めちゃくちゃ損じゃないですか。だからその人たちが悪いんですけども、その人たちのせいにする前に自分がどうその状況に向き合ってストレスをためないかっていうのも僕はすごく大事です。っていうか僕はそうやってきてるんで、それで楽しくイベントも野球も見れてるのでね、ずっとそういう方向に考え方を向けていければ一番最高なんですけどね。うん、まあ、走った人を擁護してるわけじゃないですよ。悪いっすよ、マジで。それはもうもちろん前提の上ですけれども、そういう人たちとも共存をしていかないといけないので、今回のこのキャンプに関わらずも世の中っていうのはそういうもんじゃないですか。自分の許容外の人たちとも共存をしていかないといけないので、そこはもう割り切ったり、まあ、自分のキャパを上げるぐらいしかやり方ないですよね。本当でも、そういう不公平なことがないように今後ね、お金を取って全指定にするのであれば、まあそれが一番の解決策なのかもしれないですけども、次回もやるんであれば球団さん、ちょっとそこら辺はね、またトラブル起きないように考えていただきたいところではありますよね。これなんか解決策あるのかな、本当に走らないようにするっていうね、走った人はまた出てもらって最後尾に並び直しみたいな、ペナルティを課すとかね、はいそこ走った、はい戻ってみたいなね、出禁にするとかだともうやりすぎなので、そこはもうペナルティとして走った人見つけ次第後ろに並び直させるみたいな、そんなのもあっていいかもしれないですね。じゃないとやっぱね、寒い中夜が明ける前に待ってた人がね、救われないっすよ。ここはやっぱ球団側もね、平等性をね、あれするためにあれをあれするべきですと思うんです。うん、まあちょっといつも僕
テイストの話になってしまったんですけどね、やっぱメンタルはキャパを上げて、いろんなことを想定して、それを想定済み、織り込み済みにしていくのがやっぱ一番いいんじゃないかなって思う次第です。はい、なかなか本当に難しいですけれどもね、悪い人を許容するっていうのはね、そんな理不尽なことあるかよって思うかもしれないですけど、そうしないと自分が損するんで、もうね、行きたい席取れなかった時点で損はしてるんですけども、さらに損しちゃうんでね。でもそうなったら、じゃあそこで楽しもうっていう考えに持っていかないと、全部が嫌になっちゃうんで、そこはちょっと切り替えていきましょうよ。でね、言える人は自分で言ってもいいんじゃないですかね。角の立たないように、いや、せっかくみんなこうやって並んでたのに走っちゃダメっていうところで走られると、こういう不平等を生じるんですよって、だからちょっとここはもう譲ってもらえませんかみたいな、喧嘩腰にならずに、荒れずに、でそれでトラブルになるようだったらスタッフさん呼んで解決してもらいましょう。うん、いろいろごちゃごちゃ言いましたけども、まあ一言言えるとすれば、皆さんちょっとね、落ち着きましょう。確かにね、選手近くで見たいっすよ。僕だってサイン欲しいし、その気持ちはね、めちゃくちゃわかる。わかるが、しかし、ちょっと落ち着きましょう。でね、子供がね、走っちゃった。小さいお子さんがね、はしゃいで走っちゃって、もう選手見たいから、バタバタ行っちゃったっていうのは、子供が悪いんではなくて、それは保護者のせいですから。ね。それは大人が悪いわけですからね。はい。あまり、子供に対して向きにならずに、そこはもう寛大に行きましょう。親が悪い。うん。走るのを止めなかった親が悪いんで、親に責任があります。でね、いい年こいた人たちが走ってるんだったら、落ち着け、まず恥ずかしいからそんなことしてんの。本当に走ったら危ないから走っちゃダメですよって言ってんの。実際そこでね、滑って転んで痛い思いして、なんでこんなとこ滑るようにしてあるんですかっていうのあんたでしょ。どうせね、自己責任ですから、そんなのダメって言われてんだから。うん。で、実際こうやって嫌なことが起こるから、先にちゃんと並んでて、走んないで席行った人が嫌な思いするんですよ。わかりましたか？いい大人があって、何歳からいい大人なのかは知らないですけど、まあ、俗に言ういい大人がね、そんなね、必死こくな。な、必死にならずに落ち着きましょう、まず。そうすればね、こんなトラブル起きないから。うん。しょうもない。皆さん仲良くしましょう、なんてね、そんな、ザレ事は言わないですけども、極力トラブル起きないようにしましょう。本当に落ち着こう、まずね、感情がね、こう高ぶるのは分かりますけども、落ち着きましょう。グッとそこまず落ち着きましょう。うん。座れなかったら座れなかったらいいじゃないですか。ちゃんとみんなね、ちゃんと並んで、ちゃんと普通にこうやって歩いてって、でね、人数的に座れなかったらもうそれはしょうがないじゃないですか、そんなの。うん。それはね、その時の縁ですよ。はい、そうやって割り切って、2列目になったら2列目を楽しみましょう。3列目になったら3列目を楽しみましょう。うん。全然違うとこの席になっちゃったとしても、そこを楽しみましょうよ。ね。もったいないから。そうやって。お互いね、そうやってね、なんかもうあの人がって言ってもね、もったいないから、そんなの。自分が今ここにいるその状況を楽しみましょう。他の人いいから。ね。ほんとそれ思う、毎回。怒るよ、本当に。ね。わかりましたか？わかりましたか？はい。ね。本当にね、そのレベルだから。わかりましたか？はいのレベルの話ですよ、これ。本当に。いい大人が。ということでね、まあ、結構言ったね。これはあくまで僕の価値観であり。あなたの価値観ではないし、あなたの価値観は僕の価値観ではないですので。ま、いつもながらね、こういう動画出すと、まあ反対意見の方もいると思いますけれども、そこは荒立てずにナチュラルに言ってきていただければ、しっかりと僕は受け止めます。荒立てるようであれば、すぐコメント消しますので、はい、コメントしていただいても無駄ですので、よろしくお願いしますね。ということでね、ほんと久しぶりの動画でまたダラダラ喋ってしまいましたけれども、今回僕がエスコンのね、初の秋季キャンプということで、感じたことを、ベラ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 、しゃべらしゃさせてもらいました。はい。僕、承認欲求ないんで、共感してくださいとかないっす。あ、すごい参考になったっていうんであれば、もう、はい、参考にしていただいて大丈夫ですし、なんだこいつ何言ってんだと思うんであれば、はい、どうぞ、そう思ってくださいぐらいです。てなわけでね、
まあ最後に一言言わせてください。今回ね4日間行ったうち1日ね、ノムニーと僕の相方のノムニーですよ。今回最近全然出てきてないノムニー、ちょっとあの動画をねこうあの過去に戻ったら出てくるあのノムニー、っていうかあのオープニングに出てくるあのメガネのノムニーですよがね、1日だけ一緒にね行くっていう話してたのに寝坊すんじゃねえよおい、寝坊してんじゃねえよね。もうキャンプってさ9時から12時とかでしょ。でもうふわって見ててもう 10時とかですよ。10時過ぎにノムニーから LINE 来て寝坊しました、いや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 、もう起きてこれから準備してきて終わるよっていうね、そんな話なのでノムニーはほんといい加減してくださいね。うん、ということで、次回はエッフェスですね。ここはね、相方のノムに参加するんで、遅刻しなければ参加する、しますので、なんかいろいろとね、楽しい動画をお送りできればいいですね。うん。なんかあるかな。今回ね、ファンサ触れ合いイベントもなんか課金しなきゃいけなかったらしくて。で、マイルもね、使ったりするイベントが結構あったみたいな。僕ね、マイルね、飲食のポイントに結構使っちゃってね、ないんですよ、あんまり。ということで、なんかそういう動画撮れないかもしれないですけどね。なんか見つけて楽しいのをお送りできればいいかな。はい。てな感じで、今回は秋季キャンプについてお話しさせていただきました。はい。皆様、落ち着こうぜ。うん。冷静に行きましょう。冷静に楽しみましょう。てな感じで今日はこの辺で。ありがとうございました。ヒーローインタビューです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日の勝利はね、全員でもぎ取ったものですし、何よりファンの皆様